嘘、そこにいるのってエイジ？やだ、相変わらずキモい。俺はエイジ。昔からゲームや漫画が大好きで、今はネコオカ社という小さなゲーム会社で働いている。今日は休日なので電気街をブラブラしていたら、偶然元カノのワルミと遭遇した。あんた、こんな場所で一人で何やってんのよ。いや、ワルミだって一人じゃないか。私は彼氏と家電を買うために来てるの。今は彼が店員さんと話してて暇だったから、ちょっと別行動してるだけ。あんたと一緒にしないでよね。あんたなんかどうせ私の後に彼女できてないんでしょ。だってあんた気持ち悪いオタクだもんね。ワルミとは大学時代、ワルミから告白されてなんとなく付き合っていた。常に彼氏のいるワルミだが、その時ちょうど彼氏を途切れさせていて、誰でもいいから付き合いたかったらしい。だがワルミが俺の家に来た時、彼女は俺の本棚を見て。やだ、何これ、気持ち悪。そうかな、俺の好きな漫画なんだ。可愛い女の子とイチャイチャしたいっていうキモいオタクの願望丸出し漫画でしょ。確かにラブコメだけど、普通に全年齢だし泣けるシーンもあって。マジでありえない。そんな、俺は誰にも迷惑かけず漫画を楽しんでるだけなのに。そうして俺はワルミに気持ち悪がられ振られることになったのだ。しかもその後、周りの女の子たちに、エイジは気持ち悪くていろんな女の子とイチャイチャしたがるクズと言いふらされて、おかげで大学時代俺は女の子たちから嫌われまくっていた。まあ今も恋人はいないけどさ。あんたなんかと付き合ってたなんて人生の恥だわ。どうせ今も弱者男性なんでしょ。今はネコオカ社っていうゲーム会社で働いてるよ。一応プロデューサーなんだけど。何その会社、聞いたことない。そんな無名な会社で働いてるなんて自慢にもならないどころか恥でしょ。うちの彼氏は超大手アパレル会社で働いてるんだから。確かに誰でも知ってるような大手ってわけじゃないけど、俺は今の会社が好きなんだけどな。はあ、あんたなんかと話してて私まで同類って思われたくない。私もう行くから。何よ、痛いわね。てうわ、ダッサ。嘘だろ、俺相手ならともかく初対面の人にぶつかっておいてその態度。しかも悪みが前を見てなかったせいなのに。あの、大丈夫ですか？拾うのを手伝います。あ、ありがとうございます。って、あれ、このクリアファイル、ネコオカダンジョンの。うちの会社で作ってるゲームなんだよな。結構マイナーなのにグッズを持っていてくれているなんて。え、このゲームをご存知なんですか？はい、よく知っています。何せ自社のゲームだし。嬉しい。私葵って言って、このゲーム大好きなんですけど、周りに語れる人が全然いなくて。あの、よかったらちょっとお話ししませんか？俺たちはその後カフェに入り、ゲームについて語り合った。俺がネコオカ社の社員であることを明かしたら、彼女は大興奮で、ゲームの話は大いに盛り上がり、連絡先を交換してまた二人で会うことになった。そして次に葵さんと会った時、エイジさん、実はエイジさんに聞いてほしい話があって。何？って、え？そのエイジさんは自分がネコオカの社員なんだって教えてくれたじゃないですか。だから私も自分のことをエイジさんに教えようと思って。私実は新人ではあるけど歌手活動をしているんです。動画サイトに投稿とかもしてて。わ、本当だ。へー、コメントとか見てると結構ファンもいるみたいじゃないですか。はい、だからプライベートでは気づかれないように地味な格好をしているんです。
歌手なんて葵さんはすごいな。いえ、まだ全然大きい仕事とかはないですから。でも今日はせっかくだから、英二さんに私の歌声を聞いてもらいたくて。そして葵さんは俺に歌声を披露してくれて。すごい、すごいよ葵さん。俺なんか感動した。本当ですか？嬉しい。っていうか今の歌声、今制作中のゲームにぴったりだ。え、そうなんですか？俺のひいき目なんかじゃない。葵さんの歌声は人を引きつける魅力があるし、うちのゲームに合ってる。うちの会社のゲームはあまり有名じゃないけど、でも葵さんの歌の力と組み合わせれば、その時俺の脳内で制作中のゲームと葵さんの歌声を組み合わせた最高のプロモーションビデオのイメージが湧き上がった。いける、これは絶対にいける。葵さん、ゲームの主題歌の仕事とか興味ない？え、やれるならめちゃくちゃやりたいですけど。俺、葵さんの歌を新作ゲームの主題歌にしたい。うちのゲームにとっても葵さんにとっても絶対いいと思うんだ。俺はプロデューサーとしてゲームの制作チームに主題歌アーティストとして葵さんを起用したいことを伝えた。だが最初は、特に派手な実績もない新人なんですよね、さすがにやめた方がいいんじゃ。主題歌はゲームにとって大事な要素ですし、もっと有名な歌手にお願いするべきじゃないでしょうか。みんな反対か。でも確かにみんなの意見はもっともだ。大切な新作だからこそ、なるべく有名な歌手に歌ってほしいというのはわかる。だけどそれを差し引いても、俺は葵さんの歌声ならいけると思うんだ。そこで俺は動画を見せるだけでなく、葵さんの生歌を制作チームのみんなに聞いてもらうことにした。皆様、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。私は御社のゲームが本当に大好きで、その思いも込めて歌います。葵さんの生歌を聞いたらみんな圧倒され感動して、これは確かに主題歌のイメージにぴったり。今の歌声でキャラたちが生き生き動いてる絵が浮かんできましたよ。みんな葵さんを起用することに前向きになってくれた。それからも俺は社長を説得するためにプロモーションビデオについての資料を作ったり、あらゆる宣伝方法についてのアイディアを出したりして、社長にプレゼンを行った。そして、葵さん、聞いてくれ。エイジさん、どうしたんですか？新作ゲームの主題歌歌手として葵さんを起用すること、ついに社長から OK が出たんだ。嬉しい。私、猫歌手のゲームが本当に好きで、主題歌を歌えるなんて夢みたい。俺も嬉しいよ。もう確信してる、このゲームは絶対売れる。多くの人に楽しんでもらえる作品になる。エイジさん、本当にありがとうございます。でもどうしてここまでしてくれたんですか？あまり有名じゃない私を主題歌アーティストに推薦して許可をもらうなんて大変だったでしょ？どうしてって、葵さんの歌声が新作ゲームのイメージにぴったりだったからだよ。別に知り合いだからってひいきしたわけじゃない。俺は本当に葵さんの実力を認めて、君の歌声が新作ゲームにとって大きくプラスになると思ったから、猫岡社の社員として最善の仕事をしたつもりだ。エイジさん、本当に嬉しい。私絶対頑張ります。やがて葵さんの歌を主題歌とした新作ゲームが発売され、プロモーションビデオを公開した時点で大きく話題になり、予約が殺到。実際にゲームをプレイした人からもシナリオも音楽も良かったと大好評。葵さんはたちまち有名になり、猫岡社も一躍大手企業となった。エイジさん、さすがですね。
新作ゲームの大ヒットはエイジさんのおかげですよ。プロモーションビデオ本当に最高で話題になりましたし。ゲームがヒットしたのはみんなで頑張ったからだろ。でも本当に嬉しいな。みんなで力を合わせて生み出した作品が多くの人に楽しんでもらえるのは。その後大ヒットしたゲームのイベントが開かれることになった。俺はプロデューサーとしてイベントを見守っていたのだが、あれ、悪み？ゲ、エイジ、まさかこんなところで会うなんて。あんたこのゲームにも手を出してるんだ。本当に節操のないオタクね。いや、っていうか悪みこそゲームとか興味ないのにどうしてここへ。彼氏に勧められたからよ。言っとくけど、このゲームが好きだからってあんたみたいなキモオタと一緒にしないでよね。あんたには違いがわからないのかもしれないけど、このゲームはあんたが好きだったようなキモいオタクコンテンツとは大違いなんだから。普通にかっこいいし面白いし、主題歌も最高だしね。へえ、それは嬉しいな。俺このゲームのプロデューサーだからさ。え？嘘。いやでも、そういえば前に会った時ゲーム会社のプロデューサーだとか言ってたっけ。あの時は全然知らない会社名だったから聞き流してた。ああ、やっぱりプロデューサーのエイジさんですか。俺このゲームの大ファンで、あなたのインタビューとかも全部読んでます。あの、俺はアパレル会社に勤めてるんですが、よかったら今度うちの会社とコラボしてキャラクターをイメージした洋服とか作りませんか。ありがとうございます。ぜひ。エイジがこんな大人気ゲームのプロデューサーなんて、キモオタのくせに。ワルミ、うちの会社のゲームを好きになってくれたことは嬉しい。でもだからって他のコンテンツを下げる必要はないよ。俺は今まで楽しんできたいろんな作品から影響を受けて、だからこそこのゲームを作ることができた。どんな作品だって制作者は一生懸命作ってるんだ。キモオタコンテンツなんてバカにするのはどうかと思う。うるさい。エイジの分際で偉そうに言うんじゃないわよ。悪みよお前、エイジさんにそんなこと言うなんて。前々からお前の性格の悪さには嫌気がさしてたんだ。俺たちもう別れよう。そんな大手企業に勤めるヒカルと結婚すれば将来安泰だと思ってたのに。それからも俺はゲームプロデューサーとして、葵さんは歌手としてどんどん有名になっていって、ある日仕事の話もあって葵さんと食事をしていた時のこと。エイジさん、私エイジさんのことが好きです。エイジさんは出会った時から地味な格好をした私のことも助けてくれましたし、それに私の歌声を認めて主題歌に起用するためにたくさん頑張ってくださいました。そんなエイジさんのことを大好きになってしまったんです。気持ちは嬉しいけど、ゲームのプロデューサーと主題歌アーティストでそういうのは良くないんじゃ。ネットで何か言われる可能性もあるし、正直に言えば俺も葵さんのことが好きだ。だけど俺と付き合うことで葵さんが悪く言われることだけは絶対に避けたい。そうですよね。その可能性は私も考えました。でもそれでもエイジさんのことが大好きで、この気持ちを伝えておきたくて。エイジさん、私これからもっと頑張って、もっともっと世間に実力を認めさせます。誰と結婚しても何も言われないくらいに。そしてエイジさんにも私を好きになってもらえるよう頑張りますから、覚悟しててください。葵さん、ありがとう。嬉しいよ。それから数年後、葵さんは今以上に有名な歌手になり、俺もまた大ヒットゲームを生み出して、
やがて俺たちは結婚することになるのだが、それはまた別の話。漫画エンジェル猫岡、義妹生活、クラコン、2作品テレビアニメ